天命の大主教に捕らえられた聖フレイヤ学園のバルキリー、キアナ・カスラナ。親友の娘であるキアナを助けるため、テレサ学園長は天命の敵対組織ネゲントロピーと手を組み、強硬手段で天命本部に乗り込んだ。彼女たちは本部が審判型崩壊獣と対峙している隙に二手に分かれて、両翼から急襲をかけ、本部東側の第三空港を占領することに決めた。テレサさん、飛行部隊が空港の周囲を占拠した。いつでも攻撃を開始できるぞ。いいところに来たわね。こっちも準備完了よ。全部隊戦闘配置、全火力集中、天命本部第三空港を占領するわよ。どこに隠れてる？地上部隊、速やかに空港司令塔を制圧し、テスラ博士と共にコントロールシステムをハックして。だったら急いでよ、ボス頭。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。次へとキリがないわね。やっと来たわね、ハイペリオ。
私は一度やると決めたら最後までやり抜く女。こちら地上部隊、司令塔内部に到達。ここがコントロール室のようね。任せたわよ、テスラ。ふん、骨董品ばっかね。5分ちょうだい。いや、2分で十分よ。もう少し早くできない？外の連中は私みたいに待ってくれないわよ。どうにか持ちこたえなさいよ。そうだ、そのスイカ包丁捨てなさい。もっと虫殺しに適した武器があるわよ。敵がいないときは起こさない。艦長、期待しているわよ。2分経ったんじゃない？まだなの？まだ1分56秒よ。できた、防御システム解除。空港の防御システムが完全にサーバーダウンしたよ。簡単すぎ。こんな時にもう時間切れかしら。私の出番ね。防御システムが解除されました。一時的に安全になりましたが、キアナの居場所はまだつかめていません。ネゲントロピーの2人が空港のシステムをハックして調べてくれているわ。少佐は2人の様子を見てきてちょうだい。ついでにメイにブローニャの状況についても聞いてきて。小娘たちの相手までしなきゃなんて、艦長も苦労してるわね。期待しているわよ。テスラ、何か見つかった？うるさい、エンジニアには静かな仕事環境が。分かったわ、タイミングが悪かったみたいね。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。メイ、ブローニャの状況はどう？手術がうまくいき、意識も戻りました。でもブローニャちゃんの体はまだ相当弱っているので、戦闘には参加できません。よかった。少佐、作戦が始まる前に
お願いがあります。私の心臓に取り付けられた爆弾を解除してください。わかった、学園長に報告しておくわ。どこに隠れているのかしら、どこに隠れているのかしら。目標捜索中、目標捜索中。どこに隠れているのかしら、目標捜索中。艦長、期待しているわね。どこに隠れているのかしら、艦長、期待しているわよ。目標捜アインシュタイン、テスラを手伝わなくていいの？ハックはテスラ博士の専門だ。それにテスラ博士は邪魔されるのが好きじゃないのでね。それなら気候から出たら。いや、こっちの方が居心地がいいのでね。空調もふかふかなクッションもある。ミニ冷蔵庫も置いてみたんだ。ありがとう。でも戦闘中に油断しちゃダメよ。艦長、期待しているわよ。テスラ、そっちの状況はどう？あんたの欲しい手がかりが見つかったよ。数時間前、本部のヘルヘイム実験室に一隻の飛行船が入った。ヘルヘイム実験室は嫌な場所よ。急がなくちゃ。ここから実験室までは近いです。乗り込みますか？そう簡単には行かないと思うわ。あの実験室には巨大な防御シールドがあるの。こちらには時間もありませんし。他の方法で行くしかないわね。このエリアの大型崩壊炉を止めましょう。いい計画ですね。私が行きます。ここで待っていてください。崩壊炉が止まったらすぐにハイペリオンでシールドを突破してください。あなたはどうするの？向こうの増援部隊はすぐに来るはずよ。包囲されるわよ。安心してください。私はバルキリー突撃部隊の出ですよ。包囲網の突破には慣れています。でも学園長、私を信じてください。分かったわ。少佐ブー、待って、残ってる機構を数えてみたけど一部あんたに同行させられるよ。指揮が必要だから私も一緒に行く。機構はハイペリオンに同行させて。そっちの方が火力がいるわ。私が決めたことに異議は認めないよ。外にいるから準備でき次第来なさい。どこに隠れているのかしら、艦長、期待しているわよ。艦長、期待しているわよ。目標捜索中。準備ができたわ。残念、あんたここで死ねそうにないね。何のことかしら。私は一度やると決めたら最後までやり抜く女。任務開始します。大主教様、本部に到着しました。ご指示を。返答がない、どういうこと？深様、こちらリタです。大主教様は実験室に入られました。大主教様のご命で深様をお迎えに上がりました。一時口ほどにもない。崩壊銃だらけだ。キアナ、全部あなたが呼び寄せたのか？
いのあるやつが現れましたね。様は綺麗好きですからね。ちゃんとお掃除をしませんとね。リタさん、お帰りなさいませ。フカ様、審判型崩壊獣の討伐お疲れ様でした。お茶でもいかがです？どうしてあなただけがここに？あなたの隊長であるデュランダルさんは？デュランダル様はご命を受け、すでに部隊を率いて本部に侵入した崩壊。珍しい、あなたを連れて行かないなんて。私もデュランダル様の状況が気になりますが、今回は特殊ですので、大司教様よりここで深様をお待ちし。必要ないですよ。これは私の本務です。ご理解いただけますよ。わかりました。それで極東支部のテレサ様がネゲントロピーの部隊を率いて第三空港を占領されました。大司教様よりテレサ様を落ち着かせるようにとのご。わかりました。ですが条件があります。彼女たちに気が。ご安心ください。大司教様もテレサ様とその部下の方々が傷つくのを。では出発しましょう。あなたを補助できて光栄です。フカ様、彼女たちを傷つけない、戦場において余計な感情を抱くのはとても危険なことです。進みますか。任務完了です。私の出番ね。そろそろ天命の守備範囲に入るけど、テスラ、何か作戦プランはある？作戦プラン？オットーに直電で天命の崩壊路を止めろっていうのは？それから赤絨毯を引かせて迎え入れてもらう。さらにシャンパンを開けてお祝いってどう？プランなんかないよ。あるもの全部コッパみじんに破壊。そのアイディア、小娘たちの相手までしなきゃなんて。艦長も苦労してるわね。艦長、期待しているわね。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。記憶していたよりも回り道だわね。そっちの状況はどう？まあまあよ。システムをハックして崩壊路の場所を特定したわ。いつもそんな嫌味な喋り方なわけ？別に、ただあんたみたいなバカが超嫌いなだけよ。自分に時間が残されていないからって一番危険な任務を買って出る。自分を犠牲にして仲間のために道を切り開く。それを言うために私についてきたわけ？調子に乗るな。あんたよりバカなバカを知ってるだけよ。あんたたちみたいなのを見てるとイライラするの。そう。それでもありがとう、テスラ。今回の相手は触手まみれなんてことはないわよね。雑魚ばっかりね。どこに隠れてるのかしら。Thank you.
捜索中。邪魔な奴は全部片付けたわ。撤退しましょう。ふん、天命弱すぎ。鉄くずを気候呼ばわりするなんてタイタンへの侮辱よ。まあ、これがネゲントロピーの新型機構ですか。少しお掃除が大変になりそうですね。テスラ気をつけて。そこまでです、少佐。抵抗をおやめください。私の出番ね。武器を捨ててください。危害は加えません。ここに来たのが間違いです。キアナは本当のキアナじゃないんでしょ。私も学園長もとっくに知っていたわよ。それならどうしてここに。彼女の力はとても不安定です。いつ暴走してもおかしくない状況を放っておくのはもっともなことを言いながら無実な少女をむざむざと死に追いやる不可。これがあんたの正義なの。崩壊に対抗するのに犠牲は避けられません。少佐、あなたは私より分かっているはずです。不相応な哀れみは。あんた、犠牲は避けられないの意味か。本当に恐ろしいのは世界がどれだけの命を奪ったかじゃない。どれだけの人が命を奪われたことに何も感じなくなることよ。どこに隠れているの。どこに隠れているの。目標捜索せそれでは終わりにして差し上げましょう。言ったはずです。敵に回したくないのなら彼女を傷つけないでください。かしこまりました。深様、教皇庁へ連れ帰り監獄に入ってもらいましょう。私は一度やると決めたら最後までやり抜く女。
ましたよ。分岐クエストのようだね。分岐クエストはチームをたくさん組む必要があるよ。私が守るわ。ハイペリオン準備完了よ。少佐たちの信号が来たらすぐに作戦を始めるわよ。その前にメイに伝えることがあるわ。あなたの心臓に取り付けられた爆弾の誘爆システムを解除したわよ。これで爆発することはなくなるけれど、第三律者の意識が覚醒を始めるわ。無理しないでちょうだい。学園長、心配してくれて。テレサでいいわよ。今の私は天命に背いた反逆者よ。もう聖フレイヤ学園の学園長じゃ。そんなことは言わないでください。天命を離れたとしてもあなたは私たちが尊敬する学園長です。2年前律者である私を聖フレイヤ学園に迎え入れてくれたのは。もう2年経ったのね。早く。私は体内にいる律者が私の周りの人を傷つけてしまうのではないかと恐れていました。メイ、話の途中に申し訳ないが、シールドに反応があったようだ。分かったわ。メイ、出撃の準備よ。作戦開始。ふん、即戦即決よ。
何が手に入るか楽しみね。思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。行きましょう艦長。了解です艦長。頭が重くてクラクラする。でもどうしてあなたの姿ばかりが。決まって学寮のドアを蹴り破って、メイ先輩ただいまというあの抱きつき、私に抱きついて耳元でお腹が空いたというあなたが好き。了解です艦長。一緒に帰りましょう。行きましょう艦長。艦長、次の目標は何ですか。まだ終わらないの。無様だね。全く歯が立たないではないか。口だけ達者だこと。お前に何ができる。私の力を貸してやろう。これが列車の力。あいつとは決着がついている。ここで死なれては困る。まさかお前みたいな臆病者と目的が一致する日が来るとは。今回は何が手に入るか楽しみね。思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。そろそろテレサたちが来るのか。なら実験も次のステップに進めるとしよう。防御シールドが完全に解除されました。ハイペリオンは間もなく実験室の上空に到着します。おかしいわ、守備が薄くなってる。わざとそうしているみたいに。何が起こっているの。強烈な波動が感知されました。メイ、メイ先輩、メイ先輩。キアナちゃん無事なの。私は大丈夫だよ。無事だし生まれ変わったみたいなの。キ
キアナちゃん、嬉しいな。目を覚ました時にあなたがそばにいてくれるなんて。さあ今もう一度私と一つになりましょう、コンケストジェム。遅かったか。すでに崩壊に支配されている。今のあいつは危ないぞ。いいえ、危ないからこそ放っとくわけにはいかないの。いいだろう、敵が律者ならこっちも律者の力で解決をしよう。がっかりさせるなよ。キアナちゃん、あなたはずっと私のそばにいてくれた。私もあなたを一人にはしない。艦長、次の目標は何ですか。
のものが間違っている。戦争、欺き、嫉妬、貪欲。人類のせいで私は全てを失った。でも今日私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。元気出してください。お待たせ。一緒に帰りましょう。